こんにちは、レオンチャンネルです。本日紹介するのはこちら、ダイヤロボハマー H2 セキュリティコングです。いや、これは特撮でもなければロボアニメでも何でもないんですけど、どうしても前から気になっててレビューしたかったんですよね。実在の車がこう動物に変形したりとかロボに変形したりするおもちゃです。では早速中身を確認していきたいと思います。ちなみにこのダイヤロボのサイズ感は通常のトミカのミニカーサイズですね。ジャイロゼッターとかも同じなんですね。黄色いカマロはトランスフォーマーが好きなんで前から持ってました。じゃあ開けましょう。ガッパッと。中身はこんな感じですね。ハマー H2 本体と変形するための説明書です。実際手に持ってみるとそんなに重くなかったですね。ちょっと光沢はありますけど、いわゆるプラスチックっぽい素材感です。こういう輸入車型の変形するロボってあんまりないんで気になってたんですよね。ただこの状態でドアとか開けることはできなさそうですね。タイヤが動くぐらいですから、こんな感じでコロコロ遊びができるぐらいですね。ただ割とちゃんと塗り分けがしてあってよくできてますよ。ではこの車の状態からビーストモードに変形させていきたいと思います。まずは裏返してサイドのドアを横にずらします。結構豪快にパーツが広がりますね。そして後輪部分が足になりますので、グイッと伸ばします。そしてこのルーフ部分からボキッとボディが折れて、そうすると中からゴリラの顔が出てきます。無理のない変形すごいですよ。で、このタイヤの部分が上にずらせますので、ガパッと肩位置まで持ってきます。こっちもですね、グイッと肩の位置まで持ってきます。で、ドアの部分に手が隠れてますので、これを展開します。で、あとは動物っぽい体勢にすれば、完成、セキュリティコングです。これすごいですね。完全にゴリラだ、これ。この背中のシルエットとか、手の長さも、足の曲がった感じも、ゴリラですよ、これ。すげえ。この変形で定価800円は安いかもしれない。しかも、可動域がすごいんですよ。これ肩から、グイッと動きますし、顔も自由ですし、肘部分から、さらに腕を倒せますので、で、足もちょっと短いですけど、ボールジョイントで、グリグリ動きますね。ちょっと手を広げれば、もっとボリューム感出ますね。ただちょっとこれで遊んだ後だと、このジャイロゼッターの超速変形とかは、ちょっとシンプルすぎじゃないかと思いますね。ではこのセキュリティコングのビーストモードから、もう一度ハマーに戻したいと思います。じゃあ今度は手を収納して、足もクイッと曲げます。顔を収納して、ルーフにはめて、手を元のドアの位置に戻します。クイッと曲げて、収納します。あ、これは簡単だ。はい、戻りました。複雑そうに見えて割と簡単です。でダイヤロボのセキュリティコングを紹介しました。予想以上によくできてましたね。これはね、本当面白いですよ。僕みたいにおもちゃ売り場で見かけて気になってる人がいると思うんですけど、これはぜひ一体買ってみてください。本当によくできてます。以上、ダイヤロボハマー H2 セキュリティコングの紹介でした。